うん、常にそうバッターと対戦してるわけやから。確かに確かに、うん、じゃあもしそのバッターがすごかったっていう考え方を導入していけば、うん、キャッチャーのせいってなるケースってほぼなくなります。そうだからほぼないねなん、はい、波さん、はい、YouTube です、はい、お願いします。お願いします。質問ありますよ。何ですか？あのね、うん、ヒット打たれるじゃないですか。バッテリーが、バッテリー、はい、ヒット打たれるじゃないですか、うん、でその時に、うん、打たれたのはキャッチャーの責任だ、はい、とかよく言うじゃないですか。うん、聞くね。キャッチャーのリード配球が悪かったとか、はい、これほんまなんと思って結局ヒット打たれたのはピッチャーのせいなのかキャッチャーのせいなのかどっちのせいなんだと、うん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 、っていう質問です。でバッターに、だから相手やね、うん、にそのヒット打たれましたと、うん、それって本当になんていうかな、リードが悪くて打たれたのかと、うん、もしくはピッチャーが、うん、ピッチャー投げるボールが悪くて打たれたのか、うん、どっちなんだと。そう、誰のせいなんだ誰のせいなんてことね、うんうん、いけます。いきましょう。いけましょうか。いきましょう。お願いします。お願いします。まあこれはね、うん、僕の考えね、はい、あくまで僕の考えね、うん、もしバッターにヒットを打たれた時には、うん、ピッチャーのせい。お、ピッチャーのせい。もうほとんどがピッチャーのせい。あ、ほんま、うん、へって僕は思うかな。ほう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 、うん、っていうのも、うん、あのキャッチャーってさ、うん、あのリードするやん、うん、でこのリードって、まあ、プロ野球の場合ね、うん、もうデータがあるわけよ、うんうん、対戦相手のね、そうね、うん、対戦相手のデータがあって、うん、で苦手なところ、うん、苦手なコース苦手な球種を攻めていくわけよ、はいはいはい、一番打たれる可能性の低いところ。もう各バッターのウィークポイントは出てるわけですよね。そう、はい、そう出てんねん、はい、でそこをずっとリードするわけよ、はい、でそこにピッチャーがもしね、うん、完璧に投げれたとしたら、うん、これ打たれないねん。ウィークポイントやもんなそう打たれへんねん。おうおう、どんだけいいバッターでもウィークポイントね、うん、その打たれないその苦手なコースって大体ね1割中盤ぐらいか、うん、打つバッターで1割中盤ぐらいまでその打率って下がんねん、うん、落ちる、うん、でそこで、ね、打たれるんやったら、うん、まあピッチャーのせいよ、うんだからあれよな、よくあのストライクゾーンさ急分割してるやつで、うん、あのコースごとにさ打率何割とか出てるやつあるやんか、うん、あれでも一番打たへんとこに そこにずっと投げれたとしたら、うん、まあ打てないよってこと。そう、まあ打てないね、うん、ってことやんな、うん、で打たれる時って、うん、そのキャッチャーが構えたとこにもうきっちり来るんじゃなくて、うん、やっぱり甘くなんねん、うん、内側に入る、打率のいいとこに入ってってるわけね。いいとこ、そう、打率のいいとこに近づいていくねんボールが、うん、だからカーンって通過される可能性、うん、確率っていうのが上がんねん、はい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 、っていうことを考えると、うん、やっぱりこれはね、うん、ピッチャーのせい。そうやわなキャッチャーはだってその1割何本のところに構えてるわけですもんね、うん、そう、ここにちょうだいって、うんうん、でまあこれはまあ僕の感覚やけどさ、うん、でここでもう一つね、うん、考えてほしい、考えないといけないことっていうのがあって、うん、それはバッターは打つ気で来てるよってっていうこと、はい、もしね、うん、仮にキャッチャーが構えたとこビタビタに来て、はい、バッターがカンって打つとするやん、うん、でこれはバッターがうまいねん、バッターの勝ちっていう考え方がそこに一つないとダメやねん。誰のせいとかじゃなくてバッターが素晴らしいんだと。そう、うん、バッターが素晴らしい、はい、バッターが良かった、うん、バッターの勝ち、はい、っていうその選択肢というか、うん、考えがそこにもう一つあると、はいはいはい、誰が悪いの。確かにそう、キャッチャーが構えます、うん、でそこにビタビタに来ましたと、はい、でそれで、ね、カンってヒット打たれました、うん、これはもうバッターの勝ちやね。それしゃあないよね。しゃあない、うん、ただほとんどのケースは、うん、キャッチャーが構えたところよりも、うん、甘くなってんね、はいはいはい、甘くなるから打たれる。その時にはピッチャーが悪いのせいじゃないかと。ピッチャーのせい、うん、これはリードじゃないねん。まあそうやわな、うん、球投げてんのはピッチャーですからね。そうやねん、うん、ピッチャーね、どうしようもないよなキャッチャーは、うん、ただね、うん、これキャッチャーのせいになることも時々あんねん。おキャッチャーの、そのほとんどのケースって僕ね最初冒頭言ってるはずやねん、うん、ほとんどピッチャーのせいって、はい、でそのほとんどじゃないパターン、うん、っていうキャッチャーのせいになるパターンもある。パターンもある、はい、これはどういう時かというと、うん、裏を書いた時。え、
裏書いたらいいんちゃう？ そう、リードの裏を書いて打たれた時、はい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 、っていうのはこれはもうキャッチャーのせいよ。あ、だからそのさっき言ってたストライクゾーンの9分割の中で、うん、ここさえほっとけば打てませんよっていうデータがあるにもかかわらず、うん、バッターの心理としても、うん、この苦手なとこ投げてきそうやなと思ってそうやから逆インコース行ってやろうみたいなこと。そう、あ、それをヒットにされましたってこと。そう、だから例えばやけど、うん、右バッター打席立ってて、うん、ピッチャー右ピッチャーが投げてて、はい、外のスライダーが全く打てませんよと、うん、はい、データが出てる。そう、全く見えてないと、うん、でそこに投げ続けてますと、うん、ただそろそろ踏み込んできてるなと、ね、そろそろ気づかれてるなと、はい、でちょっとこれ裏書いてインサイドまっすぐ行ったろ、うん、って言ってインサイド構えました、うん、でインサイドまっすぐをね投げさせてそれをカンって打たれました、うん、はいはい、これはキャッチャーのせいよ。なるほど、うん、だって外投げとけばいいんだもんってことやな。そう、裏の裏は表やねんな、うん、だバッターはもう嫌なとこに投げ続けられることが一番嫌やねん、うん、シンプルにね。そう、シンプルに、うん、そこでインサイドのまっすぐって、うん、ね、僕がバッターやったら、うん、ラッキーって思うねん。そうかそうか、そう、でかいとかっつって、あ、よっしゃっつって、まあ、別にそこに何の苦手意識もないわけやもんな。そう、うん、だからもう嫌だなってシンプルに思ってるところに投げ続けられるのがほんまに一番嫌やからさ、そこで裏を変えてきました、うん、ラッキーよ。うーん、それでもしボン出したとしても何、うん、とも思わへんねん正直、うん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 、なるほどね。そう、だからこの時にはキャッチャーのせい。なるほど。ただここでももう一つね選択肢というか、うん、これもう、ね、裏を変えてビタビタなとこに来ました、うん、で打った時のバッターの勝ちっていう見方もできるっていうことはまあ一つね。なるほどなるほど、うん、常にそうバッターと対戦してるわけやから。確かに確かに、うん、じゃあもしそのバッターがすごかったっていう考え方を導入していけば、うん、キャッチャーのせいってなるケースってほぼなくなります。そう、だからほぼないねなんでこれ昔からさ打たれたらキャッチャーのせいやみたいなさよく言われるやん、うん、だからこれが裏を書いてしまった、裏を書こうと思ったらそれが表やったパターン、うん、バッターはそこまで頭に入れてて、なんていうかな、バッターのヒットコース、うん、そのスイングのそのなんていうかゾーンにキャッチャーがわざわざそこに投げさせてしまったパターン、うんうん、セオリー通りね、うん、セオリー通り投げさせておけば、うん、簡単に打ち取れた可能性があるのにっていう、うん、なるほどね、うん、そのケースぐらいってことやな、うん、そう。でも結構な、打たれたらキャッチャーのせいでみたいな言いますもんね。言うよね、言うし、うん、キャッチャーの人ってね、うん、結構落ち込んだりしてんねん。あ、結構責任感じるんですね。そう、打たれたりすると、うん、いや今日は配球が悪かった、リードが悪かったって、うん、そう落ち込んでるキャッチャーも僕見たことあるしさ、うんうん、ただもうそこに投げ切れたとしたら、うん、打たれへんよピッチャーのせいよ、うん、まあまあそうやわな、うん、ただね、ちょっとこれ考えてみてほしいんやけど、うん、キャッチャーが構えたところにビタビタに投げ続けられることができるピッチャー、うん、いないよ。まあそうやわな。そう、正直いないね、うんうんうん、だからね、特にこれね、もしアマチュアの選手の方ね、うん、現役のプレイヤーキャッチャーの人が見てたとしたら、うん、まあ、聞いてほしいことがあるんやけど、うん、そうピッチャーってそこに投げきれないね、うん、投げきれない基本は。そうだからインサイドを、ね、ここ一番でインサイド構えましたって、うん、これ甘くなるよって、うん、そうピッチャーってそこに投げきれないから、うん、だからそう、うん、裏を書くとか、うん、そういうことじゃなくてもセオリー通り、うん、であとはピッチャーが一番気持ちよく投げれるところ、うん、もうここ一番になればなるほどそっちを優先してあげた方が僕はいいんじゃないかなって、うんうんうん、ピッチャーのレベルがねすごい高いピッチャーをリードしてるんやったら、うん、全然いいねん。レベルがな、そう、うん、いいピッチャーレベルの高いピッチャーをリードしてるんやったらね、うん、その通りにほとんど投げ込める、うん、投げ切れるピッチャーをそのリードしてるんやったら、うん、ただそういうピッチャーってほとんどいないはずやねん。確かにな、だってプロ野球にもいないんやから、うんうん、そんなにいない。確かに確かに。そう、どうしてもやっぱり甘くなる、うん、しここ一番ではこうインサイトとか特にね、うんうん、甘くなるから、
だから自分が描いている通りの配球にはまずなりませんよとそうここに来ませんよと、うんうん、だからそこに一つね、うん、そのさっきの、そのバッターの勝ちっていう選択肢というかこ、うんね、を持つっていうのとちょっと似てるんやけど、うん、ピッチャーってそこに投げきれないよって、うんうん、そうだからリード通りに投げたらこれ絶対抑え絶対というかほとんど抑えれるんやから、うんうん、それでも点を取られるっていうのはそこに投げきれないっていうピッチャーのね、うんうんまあ、ピッチャーの制御だからそうやなそういうことか、うん、なるほど、はい、分かりましたということでいかがでしょうか、はい、了解です、はい、ということで今回の動画は以上になります、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。